はい、どうも、たけのこ塾の大久保です。今回はですね、視聴者の方からリクエストがありましたので、中学社会の語呂合わせということで、歴史の分野ですね、日本と中国の、関係の歴史っていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。で、これちょっとね、1ってつけてるので、あとね、この後にもう1個動画を作るのでね、よかったらそっちも見ていってください。で、まあ、日本と中国のね、関係の歴史をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあ一番ね、ちょっと最初に出てくるのが、この漢。まあ、こっち側が中国の、王朝の名前ね。で、この2番目にこの線で繋がれてる側が、まあ、日本がね、日本の対応する国とか、人物とか、まあ、時代ね、をちょっと書いてます。で、3番目にこのね、青い線で書いてるところが、まあ、ちょっと覚えておきたい用語っていうのをね、付け加えてると。で、こっち側にはそのね、覚える語呂合わせをね、やっていきます。で、最初とりあえず、漢ですね。漢は、那国っていうね、国と、まあ、まあ、交流っていうかな、があって、で、こう、金印をね、授けましたよと、漢の、和の名の国王ってね、文字が刻んである金印を渡しましたよとね、まあ、これが西暦57年のことね、漢。で、その次に、ですね、今度は、この漢が滅亡して、魏、呉、蜀っていうね、三国に、中国がね、分裂しましたよと。で、そのね、一番、力を持ってた魏っていう国に、使いを出したのが、このね、邪馬台国の女王の卑弥呼ですね。まあ、これが、239年かな。だからこの1番2番はともに、弥生時代の話になります。日本で言うとね。で、ちょっとまあ時間が経って今度隋になるんですけど、これはですね、この間に結構ね、中国の方でも、まあ、いろんなことが起きてて、魏の後に、このね、魏が、ちょっと、配下に乗っ取られて、秦っていう国になりますよとね。で、秦が、天下統一するんですけれども、中国をね、統一するけれども、秦もね、やがて、まあ、北方からね、騎馬民族とかがやってきて、中国が北と南ね、南朝と北朝という形で、二つのね、王朝に分かれてしまって、そしてその中でまだね、ごちゃごちゃね、こう、王朝が変わったりとか、いろんな国が出てきたりとかして、魏の後に秦が統一するけど、その後ずっともうごちゃごちゃ状態になります。中国がね。で、だんだんこうね、強い勢力が、こうね、だんだん出てきて、そして最終的にこのね、隋っていう国が、この秦の後ね、しばらくごちゃごちゃ状態だった中国を統一しますよ、と。で、この、隋に、この遣隋使というね、使いを送ったのが、日本の聖徳太子になりますね。これは、日本で言うと、飛鳥時代ですね。で、その次に、隋っていうのはでもね、まあ、ちょっと20年ぐらいで滅んでしまって、で、隋の後に今度、唐っていう国がね、中国できますよと。で、この、唐っていう国は、ですね、朝鮮半島の、今度は、新羅っていう国があって、この、ちょっと汚いけど、新羅っていうね、この国があって、この唐と新羅がですね、まあ、日本と、まあ、もう一つね、朝鮮半島に、もう一つっていうか、本当はまあ、さらにあるんですけど、朝鮮半島にあった、この、百済、ちょっと、百済って書いて、これ、百済って読むんですけど、唐と新羅がこの百済っていう国をね、滅ぼしてしまったので、まあ、日本は、このね、百済と仲が良かったので、百済をね、復興させるために、日本の中之江の王子が、百済をね、助けに行って、そしてこの、唐、新羅のね、連合軍と戦います。で、それが、この白村江の戦い。まあまあ、これ結局ね、負けちゃうんですけれどもね。そんな感じで、この、唐と、このね、日本の中之江の王子がね、なんていうか、この白村江の戦いで、こうね、戦いを行って、日本側が負けちゃうよと。これが、663年かな。で、この二つですね、聖徳太子が遣隋使を送ったのが607年で、白村江の戦いが663年で、この二つは日本で言うと、飛鳥時代になります。両方ともね。で、次もまあ、唐な、まあ、唐はね、ちょっと何かな、300年かな ?300 年ぐらいちょっと唐っていう国はね、続くので、ずっとちょっとね、唐が続くんですけど、今度は唐がね、日本で言うとこう、奈良時代、奈良時代というと、聖武天皇が大仏を建てたりした頃ですね。に、この、鑑真っていうね、唐からこの鑑真っていう、まあ、偉いね、お坊さんがやってくるよ、とね、いうのがありますよ、と、感じですね。で、まあ、これをちょっとね、語呂合わせ、ちょっと一個一個作ってるので見ていくと、まずこの、漢、那国、金印っていうのを覚える語呂合わせが、
カンペ、ナコが禁止。カンペってカンニングペーパーね。テストとかでカンニングするためのカンニングペーパーね。カンペをね、泣いてもね、そんなの使っちゃダメだよ、と言ってるので、カンがこのカンですね。ナコでナコクで、禁止の禁が禁印の禁という感じですね。で、次が、2番目ですね。この、ギ、邪馬台国、卑弥呼の語呂合わせが、ギャー、まだ痛い、ヒーってね、まあ、ギャーって言って、ちょっと、例えば、ものをね、足とかにぶつけたりして、ギャーってなって、そして、まだ痛い、で、ヒーって言ってるという感じですね。で、ギがこのギですね。で、こう、ギヤーのヤーから、まだ痛い、ヤー、まだ痛いで、邪馬台国、ね。で、ヒーが、この卑弥呼のヒになりますと。で、続いて3番目が、この、隋で聖徳太子で遣隋使ですね。これを覚えるのが、ずるい招待券ね。好きなね、アーティストの、コンサートとかにね、行きたいんだけど、友達がね、知り合い、ね、お父さんとかが知り合いでこうね、招待券持っててね、もう行けるよって聞いて、あ、ずるいなって思っているようなところをね、イメージしてもらうといいかな。まあ、ずがちょっと邪魔だけど、ずるいで隋ですね、これ、隋。ね。で、招待が、聖徳太子の聖と体で、まあ、招待ね。で、剣はこの遣隋使の、この剣になりますよ、とね。で、次がこの、唐で中之江の王子、白村江の戦いね。これを覚える語呂合わせが、トナカイ、白、ね、サンタクロースね、乗せてるトナカイがちょっと無理しすぎてね、気分が悪くなって、まあ、入っちゃったという感じでね、覚えてもらっていいかな。と、とが、唐の唐。中がこの中之江の王子の中で、白がこの白村江の戦いの、白になりますよと。で、最後がこの唐で奈良時代の鑑真というのが、唐文ならぬガーンとね、なんていうかな。これまあ、例えば糖尿病とかね、血糖値が高かったりしてね、糖分はね、控えなさい、糖分を取ってはならぬよって言われて、ガーンってね、甘いもの好きな人がガーンってなってるのをイメージしてもらうといいかなと思います。で、唐がこの唐ですね。で、奈良の奈良がこのね、日本が奈良時代と。で、ガーンがこの鑑真のガーンになります。はい。で、今回ね、この、ちょっとここまでなんですけど、これはまだね、ちょっと続きがあるので、この動画ね、良かったなと思ったら、ちょっとね、続きの動画もね、引き続きアップしていくので、ご覧になっていただけるとありがたいです。はい。今回はね、これで終わりたいと思います。他にもね、語呂合わせとか解説動画のね、リクエストありましたら、下のコメント欄にお願いします。で、あと、竹の子塾の Twitter、Instagram もね、フォローもお願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。では終わります。どうも、ありがとうございました。